いませんね、副社長どうまでポルカと申します、ね、あ、副社長、あ、副社長こんにちは、あ、副社長インターンの子が入ってくるらしくてね、はい、楽しみにしてましたよね。そうなんです、あ、はじめまして、ちょっとセクハラやめて、セクハラやめてください。インターンです、インターン生の子がね、はい、あ、そうです、インターンの星町水星と申します。セクハラやめな、よろしくお願いいたします。はい、ワインクラフトにおいてですね、いろんな勉強をしたいなと思った所存でございます。そこポルカいないのにスイちゃんめっちゃ腰低くしてやっぱね、電話先でもね、謝罪するときはちゃんと頭を下げる人間だから偉い偉かろう。これは魔王城の何か、これは、ここは魔王四天王の会議室。魔王四天王の会議室、確かに席は4つしかなかったような、うん、でも真ん中に巫女先輩が入る。え、ここに、うん、おまるくん、はーい、なんだかまだ倒せていないじゃないみたいじゃないの、あのセーラームーンとかいうやつ、早くクリスタル取ってきなさいよ。いや、だいぶ倒しましたって。早くクリスタル取ってきなさいよ。あんな小娘一人どうになってできるでしょ、あんた次失敗したら。分かってるわね。あれなんか副社長だと思ってたけど、なんか違う、逆だったかな。まあ、だから逆だったよ。またえ、もしかして水星先輩も魔王に、魔王に、ステン、あれでももう4人いるんでしょ。出すどうしちゃったんですか。いや、本当は全部白いコンクリートにしたかったの、豆腐にしたかったんだよ。あ、これはなかった、ごま豆腐から、うん、そう、ダメ。ポルちゃんにこれが私の写真だよ。スイスイの写真が欲しかったんだよ。ポルちゃんの写真も欲しいんだけど。わからん、わからんわからん時もあらん。ポルちゃんの写真、あ、ある、じゃあ、よろくだだい。ちょっと待ってね。うん、サンキュー。どっちもまだ送ってない。送った、スイスイのもらった。え、じゃあポルカの、ま、判明の写真送るね。ください。副社長の弱み欲しい。弱みでもなんでもねえよ。それが本当に本当に判明だわ。ガチ判明じゃねえか。いいじゃん別に。そうだね、判明でも可愛いから大丈夫。 Thank you.